はい、オフザンチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。滝本仏光堂、滝本です。奈良県高市郡飛鳥村由井正寺というお寺の住職をさせていただいております広井大乗と申します。どうぞよろしくお願いします。先生、早速ですけども、はい、今日のテーマは仏壇になぜ、まあ、お線香ですね、はい、をお供えするのか、それについてちょっとお答えしてもらおうかなと思います。はい、わかりました。そうですね、まあ、お線香をなぜあげるのかということですけれども、はい、あの仏教のルーツはですね、まあ、あの皆さんご存知の通りインドにございます。はい、インドというのはこの日本に比べられないほどに暑い国ですね。で、暑ければ何が出るかって言ったら汗が出るわけですね。で、汗が出たら匂いが出てくる。はい、それをまあ要はあの少しでも和らげるために当時の人たちは、まあ要は今でいう香水のような感覚でね、お香を焚いてはったそうです。で、そのまあ要は煙を身にまとってですね、で自分のまあちょっと言い方悪いですけれども、こう体臭をごまかす、そういった意味で香水をまあ使われていたそうでございます。まあ、それともう一つまあ意味もあるんですけれども、はい、そのまあ香というものは防腐剤とか、はいはいはい、そういうなんかこう清めるわけですね、はい、要は清めて、その菌を滅して、防腐、そういう使われ方もまあしてたそうです。で、それから、そういったものを仏様にまあ捧げるというふうに転じていったんではなかろうかと言われているのが、まあ、ルーツなんですね。もともとの由来は、まあ、じゃあインドからそういうふうに来てたっていうことですね。そうですね、インドのそういうまあ生活習慣的なものとまあ密接に関わってたというのが、まあそもそもなんですけれども、はい、まあ、なぜじゃあ線香を供えるのかということになってくるわけですけれども、はい、お焼香、はい、ね、お葬式とか行かせていただいた時にお焼香をしていただく機会っていうのがあると思うんですけども、お焼香と線香と全く別のものやというふうなご理解じゃないですか。どうですか。そうですね、線香って言ったらまあ棒状になってるのが多いと思うんですけど、はい、真っ向はこう粉みたいな感じです。そうですよ ね、だから全く別物やっていうね、こういうあの理解だと思うんですけども、実は一緒で、そのお香を炊こうと思ったら炭準備しないといけません、はい、で炭に火を入れないといけません。で、どこでもできるわけじゃないですよね、はい、でそれをまあ誰でもいつでもどこでも焼香をできるようにっていうふうに開発されたのが線香なんです。お香を細かくしてこう練って棒状にさえすれば、まあ宗派によって違いますけど、立てたり寝かしたり仏様に香をまあ捧げることができるというところから、まあ香を刻んで棒状にしたのが線香なんですね、はい、だから焼香とまあ心は同じものなんです。で、仏壇にこう香炉ってあるじゃないですか、はい、あそこにまあ線香立てるじゃないですか、はい、それはなんで線香があるん立てるんですか。仏様にね、いろんなまあ供養があると思うんですね、まあ、備えるわけです、物を備えるわけですけれども、その中で一番大事な供養3種類っていうのがあるんですね。3種類、はい、でそれがまず、真ん中、お仏壇の正面のあたりに設置されているのが香炉。これはもちろん言うまでもなくお線香を立てる場所だから、お香っていうのがまず一つ目のお供え物なんです、はい、でその香炉を挟んで向かって右がろうそく立て、はい、これはお光をあげる場所、はい、そして向かって左がお花と、はい、これ蜜不足と、はい、まあ、専門用語で言うんですけども、基本的にはその3種類が一番最も大事なお供え物だというふうに言われてるんです、はい、だからあのお線香あげなくていいですよね、いや一番ダメなんですね。あ、なるほど、うん、この3つは必ずあの用意していただきたい、はい、お供え物で、この3つの中にも順序がありまして、一番正面にあるのが一番大事なものでございますので、仏壇の中で一番正面にあるのはもちろん阿弥陀様ですけど、その前にその3つね並んでる、その3種類の真ん中にあるのは何かといえばお線香なわけですけれども、お線香が大事な供え物なわけです、はい、で以前 の動画で私お話しさせていただいたんですけども、供養というのは供物養心の略ですよと、物をお供えして養われるのはこちらの心やと。ですので、あのお供え物っていうのは仏様に対して備えてるのは間違いないんですが、それ以上に備えてる人間を養うためにあるものなんだという理解をまず持っていただきたいんですね。だからお線香もそうなんですよ。というのもやっぱり私たちは日頃の生活、言い方悪いですけどメリハリのない生活を送りがち、その中でせめて1日1回もしくは2回朝夕方仏壇の前に座って手合わせようかという時にですよ、スッと座ってそのまま手合わせてもらってもそれはそれで結構なんですけども、その前にお光に火を灯す、そして綺麗なお花を生けさせていただく、そして真ん中には、香りのする
あのね、香りっていうのはね、本当にあの一番その五感の中で刺激してくれるそうです。でこれはあのちょっとあの卑近な、まあ、例えなんですけども、街でね、はい、あのすれ違ったんですって、ある女性が、はい、でその時に元彼の香水の匂いがしたと、はい、そしたらもう一気に元彼のことを思い出して泣けてきたんですってテレビでおっしゃってたんです、はい、だから香りっていうのは密接にその自分の思いと結びついてるんですね、はい、ですのでいい香りを嗅がしていただくと同時に、その香りで引き締まる思いがする、そして仏様のことを思う心になる、でさらに言うたら先だった人のことを思い出すきっかけになるっていう意味合いもあるわけです。こちら側がいかに真心を持ってね手を合わせていただくかっていう、その一番重要な香りというところからですね、まあ要は作ってくださるわけですね、うん、その場所を、空間を、空間ですね、はい、っていう意味で私たちにとっても不可欠なものです。ですので500本入り1000円みたいなね、はい、あのお得用の線香を買って備えていただくんでなしに、自分が本当に心から手を合わせてはっと仏様を拝みたくなるような香りの線香を、まあ、買ってね、あの求めていただけたらなと思いますね。あ、なるほど、はい、大変勉強になりました、はい、本日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。